おはようございます。今日ここは東京都練馬区の練馬駅前です。でこの練馬駅は西武の路線とそれに直通する東京メトロ有楽町線と副都心線、あとは都営大江戸線も乗り入れています。で、まあ、今日は、ね、東京都23区の旅シリーズの練馬区編ということで、まあ、練馬区を、ね、ちょっと 2,3 時間歩こうかなと思ってます。駅前にはね、練馬文化センターという、まあ、多分音楽ホールとか公園のとことか、まあ、そういうところがあるんですけど、まあね、練馬区は人口は世田谷区に次いで東京23区内の2位です。で、まあ、あの場所的には一番23区の北西の端っこにあるんですけど、まあ、つまりね、都心のベッドタウンとして非常にね多くの住民が住んでいると、そういうエリアになります。駅前もこんな立派なねバスロータリーがあったり、まあ、列車もね結構な頻度で発着したり、まあ、忙しい駅ですね。で練馬区の名前の由来なんですけど、なんかいくつかあって定まってないらしいんですけど、まあ、候補としては関東ローム層の赤土を練ったところを練り場と言ったり、あとは、まあ、中世にね馬の名人が馬を鳴らすことを練りと言ったり、まあ、いろいろ諸説あるそうです。ところで練馬区って東京23区で一番新しい区らしいんですよ。実はね1947年、まあ、戦後にね板橋区の一部の地域が、独立して練馬区になったらしいです。で、まあ、その理由もまあもちろんいくつかあるらしいんですけど、まあ、特にまあ私が調べて目についたのがこれですね。頑張れ西武ライオンズと書いてあるんですけど、まあ、上はね西武池袋線の高架になってるんですけど、この西武線沿線の住民が、まあ、板橋の区役所に行くのが、まあ、結構ねしんどいと、まあ、それで、まあ、だったら新しい区を作っちゃえばいいんじゃないかみたいな、まあ、多分そういう住民運動とか、まあ、そういうことがあったんだと思います。西武ライオンズは正式名称埼玉西武ライオンズと言うんですけど、確かに2008年からなったんですよ。でこれはねプロ野球のパリーグが地域密着を掲げる戦略で、例えば千葉ロッテマリンズとか東北楽天ゴールデンイーグルスとかね地域名を冠するようになったので、西武もその流れに乗って埼玉西武ライオンズとなりました。確かに、ね、それが2008年 でちょうどその年に西武が日本一になったんですよ。でその時の西武は、まあ、私もね見てたんですけどすごい強くて、まあ、おかわり君がホームランを取ったりボカチカとブラゼルがいて、あとグスマンもいたっけな、あとジージー佐藤と なんか中島裕之とかその辺がめちゃめちゃ打ってて、いやそれはすごいチームだったんです、まあ、もちろん岸とか涌井とか保橋とかピッチャーもすごい良かったですよ。今こう列車が来たと思うんですけど、これはね、この直進方面が西武池袋線で、今この右から合流してきたこれは西武豊島線と言います。でこの豊島線はもう一駅しかなくて、練馬の次は豊島園という駅です。まあ、豊島園はね、まあ、皆さんご存知かと思うんですけど、あの昨年2020年の8月に残念ながら閉業してしまった豊島園遊園地があって、そこの最寄りです。まあ、ちなみに豊島園って言うんですけど豊島区ではなく練馬区にあるんですけど、まあ、ただ私行ったことないんですよね残念ながら。私基本的に遊園地ってあんま行かなくて、行ったことあるのが東京ディズニーと大阪ユニバーサルスタジオジャパンと、あとは読売ランドと昔あった横浜ドリームランドと、また富士急ハイランドに入ってる機関車トーマスランドぐらいしか行ったことないんですけど、まあ、豊島園もね行ってみたかったんですけどね。まあ、駅は今でもあります。練馬駅からすぐの豊玉北6丁目というこの交差点は、まあ、都内でも結構主要な幹線道路である目白通りと千川通りの分岐の交差点です。だから結構交通量も多いですし、もう映してないんですけど私の後ろ側にも警察官がいたり、結構取り締まってるのかなんか分かんないですけどね。練馬区はね結構都心のベッドタウンっていう説明をさっきしたんですけど、確かにね、まあ、結構高いマンションが多いですねこの辺は。今練馬駅から3駅行ったところの練馬高野台駅というところに着きました。でこのね南口の、まあ、すぐ裏にここにね川が流れています。結構水きれいですね。これはね石神井川と言います。水源はここからさらに西に行った小平市の方で、で下流の方にずっと行くと、隅田川と合流します。このね川の沿道、ここがねとても涼しくて気持ちいいんですよ。でここのね石神井川があって、向こうに団地があるんですけど、この通りはね2015年とか14年ぐらいにやってた4月は君の嘘っていう、まあ、ピアニストとバイオリニストのあのアニメがあるんですけど、そこでね出てきたところなんですよ。だからアニメファンとかだと聖地巡礼とか言ってこの辺を来た人も多分いると思います。私も実際大学生の頃来たことがあります。こう、まあ、この時期だともう緑なんですけど、桜がね春はとても咲いててとても綺麗です。石神井川もあって、あのこれはいい意味でとても23区内とは思えないですね。とてもねのどかで歩いていて気持ちがいい道です。で今ねこの辺全然人いないんですけど、まあ、土日とか結構ちっちゃいお子さんとかがね
この辺で遊んだりしてて賑わってますよ。いや本当にね、まあ、練馬区は心がね落ち着きますね。でここをねまっすぐ行くと歩いて数分のところに石神井公園っていうのがあるんですよ。でそこにも池があるので、てっきりこの石神井川が石神井公園に行って合流するのかなと思いきや、見えますかね、あそこで石神井川はあの急カーブを描いて左に裂けるんですよ。まるで江川卓のカーブかのごとくグイーって曲がって石神井公園を裂けていくんですね。だからまあ私もてっきり最初はね石神井川と石神井公園名前が一緒なんで合流するのかなと思いきや全然違うとそういう、まあ、トラップもあります。でここが石神井公園になります。あの首都圏の方以外だと、まあ、馴染みがないかもしれないですけど、この石神井戸の井と書いて石神井と読むんですよ。でここはこんな感じでね、こう石神井池ともう一つ三宝寺池っていうのがあります。この2つの池がまあ基本的に中心なんですけど、でさっき言った石神井川がこう逃げていくんで、こことは一切合流しないっていう、まあ、そんな感じです。でここが入り口入ってすぐの石神井池ですね。あの辺にアヒルさんボートとかもあるんですけど、ここはね冬場水面が凍って、私以前1月ぐらいに散歩した時にこの凍った水面の上をなんか白鳥というか正式名称わかんないですけど鳥がねこう歩いててね、とても面白かったですよ。まあ今はね残念ながらもう8月真夏なんでとても暑いです。ちょっと歩いたらねこの周囲の木々が日差しを避けてくれるのでとても涼しくなりましたね。実際、まあ、今はないんですけど、結構この道にベンチが置いてあったりしてね、まあ、おじいちゃんとかおばあちゃんがなんか休憩したりして、まあ、いいですね。家の近くにこういう自然の公園があったら。パッと見た感じトイレはとても綺麗ですよね。でゴミ箱もねなんかすごいいっぱいあるんですけど、なんか全部蓋されちゃってるんで、もしかしたらコロナが関係するのかもしれません。でここはねなんか野外ステージみたいなこう席があって、こういうステージなんかこういうのもありますね。ここはもう枝が垂れて水面にくっついちゃってますね。途中でここ渡るんですけど、道をね、こっちはこっちも石神井公園なんですけど、こうねなんかちっちゃい池がいくつかあって、この道すごいですよね。本当に自然の中、この辺もねベンチがいっぱいあって絵描いたりしてる方がいっぱいいるんですけど、このね大きい池が三宝寺池です。確かにすごい大きいし、いい眺めだ。ここはね武蔵野三大遊水地の一つです。まあ、遊水地ってのは湧き水の出る、まあ、場所ですよね。で武蔵野ってのはあの荒川と多摩川に挟まれた、まあ、あの多摩川の扇状地らしいですね。地質学的には三大遊水地の残り二つは杉並区の善福寺池と、あとは吉祥寺にある武蔵野市の井の頭池ですね。でまあ、それぞれねもうすごい昔からこの武蔵野大地に広がる遊水地 でそれを残そうとね、まあ、それぞれが公園になって整備されています。で実際にねそれぞれの池の近くにはなんか縄文時代の遺跡とかもあるらしくて、まあ確かにねその三大遊水地が昔からね水の豊富な場所として人々が住むような、まあ、そういうところだったということが分かりますね。でこの辺もねちゃんと遊歩道として整備されているので涼しいし、足元まですごいいいんですよ。ちゃんと木でね、道ができてます。いや、ありがたいですよね。なんかここから大量の水がね、湧き出てるんですけど、これね、湧き水なんですかね。石神井公園出てきて、またあの熱いコンクリートジャングルに戻ってきたんですけど、石神井公園なんか自然だけじゃなくて、あそこサッカー場とか、なんか憩いの広場とか、あと奥の方に野球場があったりしてね、まあ、子供だけじゃなくて市民の方がね楽しめるようなそういう設備もたくさんあります。でここにはね練馬地域気象観測所のアメダスもあります。で最後ね石神井公園からちょっと北の方に歩いて、で最後駅に行って終わりにしようと思います。お SDGs トレインだ、東急の。ここは大泉学園駅です。でなんか立派なね商業施設とかも結構あって、まあ、とても大きくて綺麗なんですよ。一旦ね通過します。一旦通過してちょっと駅の北の方に行ってからまた後で戻ってきます。ここは大泉学園駅から、まあ、北に歩いて5キロぐらい来たところなんですけど、まあ、住所表記大泉学園町と言います。まあ大泉学園町って名前なんですから、まあ、それは大泉学園っていう学校があるんだろうと、まあ、私ねゲスな人間ですから、なるほどふむふむ大泉学園の偏差値どんなもんか調べてやろうということでね、まあ、調べてみるんですよ。そうするとねなんと大泉学園という学校は一切ないんですよ。まあ、都立大泉高校とかはあるんですけど、まあ、これはね大正末期には
箱根土地会社っていう会社がこの辺一帯を学園都市にしようと開発してたわけなんですよ。ただ結果として核となる高等教育機関、まあ、要は大学とかですねの誘致に失敗して、まあ、学園都市構想は崩れてしまいました。まあ、ただね、住宅の整備とか進んでたので、そのまんま高級住宅街として今日の発展に至りました。で、まあ、ただ最初はね、学園都市を目指してたんで、その名残として大泉学園という名前は今でも町名として、まあ、駅の名前にもなってるんですけど残ったと、まあ、そういう経緯があります。まあ、ここから先は私の想像なんですけど、まあ、大正末期にこの計画があったんで、まあ、以前前回大田区で田園調布もご紹介したんですけど、まあ、そこと同じ感じで、まあ、震災後に郊外の需要というか、まあ、それが高まって、でじゃあみんな練馬に引っ越そうって言って偉い人が引っ越してきて、まあ、高級住宅地になったんじゃないかなっていう、まあ、これね私の想像ですけどね。まあ、ただね、昔は成城や田園調布に次いで、まあ、3番目に都内で社長の多い町だったらしいんですけど、今ではね20位 圏外に下がってしまったらしいですよ。まあ、社長のね有無だけが町の良さじゃないんで、まあ、別にそれは問題ないと思うんですけど、ということで、ね、大泉学園駅に戻ってきました。でね、この駅の北口にねこんなものがあります。このね大泉アニメゲートといって、なんか日本のいろんなアニメのね銅像とかあるんですよ。あとはまあこういうなんつうのレリーフっていうかモニュメントっていうかわかんないですけどね、まあ、僕の大好きなドラゴンボールもありますよ。これは何でかというと、駅のね北東の方に歩いて15分ぐらい行ったところに東映アニメーションのスタジオがあるんですよ。で、まあ、そこはもう結構日本のアニメーションの黎明期からあるようなところで、もうアニメーションの聖地ですよね。いろんなここにあるもう歴代の日本の代表するようなアニメがこの大泉の町で作られました。まあ、そのためでね、この大泉学園の駅前にこういう立派なねコーナーがあります。でここにね鉄腕アトムもいるんですけどね。で鉄腕アトムは1963年にテレビアニメ化になって、まあ、日本初の連続テレビアニメーションらしいですね、鉄腕アトムがね。で鉄腕アトムって言ったら、山手線の高田馬場駅がてん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 って柱のメロディーになってて、そっちのイメージが、まあ、割と強いんですけど、まあ、ここで大泉でできたアニメです。でここにねジャパンアニメーション発祥の地という、まあ、こういうのもあります。1958年になんていうんだ白蛇伝っていうやつなんかわかんないですけど、まあ、それがね連続じゃないなんかアニメーションの発祥らしいですね。連続アニメーションは鉄腕アトムが最初です。もう白黒ですね。ちなみにね銀河鉄道999のメーテルと、あとなんかちょっとすみません、もう一人の方名前わかんないですけど、まあ、ここもあるんですよ。で特にね銀河鉄道999の作者松本零士さんはこの大泉に50年ぐらい住んでたんかな、なんかずっと住んでたので、もうめちゃめちゃもうこの地元のね、まあ、英雄というかそういう感じなんですよ。で実際にね銀河鉄道999の曲が発車メロディーになってたり、銀河鉄道999に出てくる車掌さんが名誉駅長に任命されるなど、かなりね大泉の町と親しくしている様子が伝わります。東映アニメーションのスタジオも見学スペースが一応あるにはあるらしいんですけど、多分今コロナウイルスの影響でやってないと思います。さっきホームページ見たらねカレンダーが休業中ってなってたんで、まあ、多分ね今やってないと思いますね。ということで本日の動画はここまでとさせていただきます。まあ、自然ありアニメありとね、まあ、アウトドアの人もインドアの人も楽しめる練馬区はねとても住みやすいんじゃないかなと思います。まあ、池袋とか新宿にもすぐ出れますしね。ということでご視聴ありがとうございました。